うん、バレないバレない。バレないのに、うん、すごいみんながわ、ああ、はいはいってわかる。そうでしょ。隠語だよ、これ。で、周りでもその、言えるわけよ。男だけを笑わすぎにも使えるわけよ。使える。ねえ、すごくなんかこう、ひとやかなさ、うん、ちょっと透明感のある、暗い感じの女の子とかが、うん、ねえ、コンパニーいてさ。うん。あれ、ああいう風に見えて、ケンシロウじゃないとかってさ、男だけを笑うわけでしょ。ああ、それ使いたいもん。もう早速使いたい、ね、俺。なるほど。ケンシロウ。いいですね。うん。こちら、番組ステッカー。はい。うん。続きましては、宮城県ラジオネームミクロマンからの隠語ですね、うん、我慢汁の隠語、うん、ガマちゃんストレートすぎないですか。 それではしおれの方をお聞きください。なぜガマちゃんが通帳の上についているのですか。なぜガマちゃんが通帳の上についているのですか。しおれがおかしいだろう。しおれおかしい。ガマちゃんってわからないでしょ。これ隠語じゃないよ、まず。ガマ。後々の汁見て、これガマちゃんの汁だってわかんないじゃん。そんな。通帳の上にそうだよ。なぜガマちゃんがついてんだよ。我慢汁ね。我慢汁。ガマちゃん、これ隠語になるか。ならない。だろ、うん、だって我慢汁ってあの透明なやつでしょ。そう、カウパーだろ。カウパーってあの、うん、もう濁ってないやつだよね。そうそうそう。でもよだれとかとあんま変わらないじゃん、そんな。そうだよな。うん、あれなんで、うん、それですぐガマちゃんと分かったのかわかんない。通帳の上に。普通ついてないもんな、通帳の上にガマちゃん。なんで通帳なんだ。なんで近くに通帳があったんだろう。ねえ。これ隠語としては、ちょっと、うん、ダメだなぁ。ガマちゃんだもんね、もう。これはもうファッコちゃんレベルだよ。うん、そうだよ。なんかある程度見当できちゃうからね、我慢汁。やべえ、ガマちゃん出てきちゃったよ、とか。可愛いけどね、だから女の子とかに言うのに。そっか。我慢汁とかなんか。なんか、汚い言葉だね、我慢汁ってね。汁って汚いもんね。うん、あ、だからいいのか。うん。あ、女の子にもさ、我慢汁、ガマちゃん出てんじゃんみたいな。あ、ちょっと可愛い感じ。あ、可愛い感じ。隠語というよりは可愛い、セックスをエッチって変えたようなもんで、そう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 、あの、そういう意味では使えるか。うん、あ、ガマちゃん、そう、あ、もういいんじゃないよ。いいよね、そういう意味では、うん、これからの流行り言葉として、うん、明るいエッチができるようなね。なるほどね。続きまして、うん、埼玉県ラジオネーム自由人からの隠語、うん、はい、すぐにバカ呼ばわれされる人の隠語、うん、ダンカン。それではしおれの方お聞きください。水たまりを見つけたダンカンさん。水たまりを見つけたダンカンさん。どういうことだよ。水たまりを見つけたダンカンさん。まあだからダンカンバカ野郎から来てるわけですよ。来てるんだよね。ね、すぐバカ呼ばわりされる、うん、ダンカンバカ野郎と、うん、すごいね。水たまりを見つけたダンカンさん。ああ、あいつダンカンだ、あいつダンカンだよと。ああ、でもダンカンさんに悪いよね。そうなのよ。ねえ、うん、実際さ、たけしさんのモノマネをする、まあ、あ、なんかな、松村さんが最初なのかな、ダンカンバカ野郎って言ったのか分かんないけど、うん、そんな感じっぽいよね。実際たけしさんってあんまりダンカンバカ野郎してねえんだろうな。はっきり言ってね、仕事何回もやってるけど聞いたことないよね。聞いたことないよね、たけしさんがダンカンバカ野郎って言ったの。聞いたことない。一回ぐらい言ってんだろうね。うん、多分それが自然すぎて俺らの中でも流れちゃった。多分頑張るまんの時とかに言ってんだよ、いろんな人のことを。なんとかダンカンバカ野郎って言ってんだろうけど、そこをピックアップしたんだろうね。なるほど、うん。さあ、続きましてはラジオネームスラッシュメダル。昔は美人だったのに、うん、しばらくぶりに出会ったらめちゃくちゃ太っていた女性の隠語、はい、うん、マラドナコ。それではしおれの方をお聞きください。唐揚げ頬張るマラドナコ。唐揚げ頬張るマラドナコ。マラで止めんだね。マラドナコなんですね。なるほどね。マラドーナでしょ。マラドーナはまあ太って、そうね、太ったもんね。でも昔美人だったのに、ああまあそう。まあ名プレイヤーだったものが今ではデブすぎて何もできなくなったみたいなことなのかな。キャシー中島もそうだね。うん、うん、キャシー、キャシーでいいじゃん。あいつキャシー。うん。マラドナコ。どなこ。
これどういう時使うんだよ、だって。だからまあ、だからコンパとかじゃないの、そこで、もう、あすげえ、その、コンパじゃなくて、あれか、同窓会か。同窓会か。同窓会で唐揚げとかすげえ食ってみんなでバカにしたいんだけど、やっぱ言っちゃうと、やっぱ傷つくから。傷つくから。マラドナコっていう。なるほどね。まあ悪いこと言われてるんだろうなってわかるよね、マラドナコって。なんかいい意味ではね、ないよね。ないよね。マラドナコです。ああ、すごいじゃん、マラドナコだな。久しぶりだとマラドナコだね。マラドナコじゃん。うん。A さんどういうことって言われてる。うん。なんて、まあマラドナコなんだよね。うん、これなかなか、隠語としてはどうなんですかね。うん、悪いこと悪口言われてる感じはしちゃうからね。そうそうそう。あこれは難しいです ね、 ね、うん。うん。まあ、こんな感じですか。うん。ということで、これからもどんどん隠語とその使い方を皆さん送ってください。アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。金曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーチ。そうだよ。俺はイタリアンだよ。世界遺産、それは太古の人々が築き上げた人類の宝。おぎやはぎ認定世界遺産。リスナーの知っている世界遺産を紹介してもらうコーナーです。最初に紹介するおぎやはぎ認定世界遺産は、世田谷区ラジオネーム諦め王子。太平洋に浮かぶ南海の孤島イースター島に建てられたモアイ像。島の守り神モアイは海で働く男たちの平和と安全を見守り続けてきたと言われている。しかしそのすぐ下に約50センチの小さい銅像があるのをご存知だろうか。その名もモキッツァンの願い像。その昔関西から一人でこの島にやってきたという商人モキチ。彼は船乗りに憧れたが全く相手にされず、なあ船に乗せてや、なあなあとしつこく食い下がったのをたたえて建てられたとか。2006年11月17日ガッツのある遺産に認定。あるんですね。あるんだね、そういうのね。イースター島の下だぞ、すぐ下、約50センチの小さい銅像があるんだぞ、うん、まあまあそれがもうキッツァンの願い。願いっていうのはいいね。銅像、船乗りに憧れてたんだ。なあ船に乗せてや。食い下がったんだな。乗せてもらえたのかな。ねえ、最後乗せてもらえてないからそこにあるんじゃないの。でも最後まで、そうだよ、だからそこで最後までそこに行って死んだから、多分そこで、乗せてもらってないで死んだの。だからそう遺産に、何、遺跡っていうか、もうすごいなるんでしょう。乗ってたらそうか、いい話か。いい話で、多分関西の方でそういう遺跡になるんだよ、多分それが。あ、乗ってたら関西に遺跡になってるのか。そうそうそう、乗れてないんだもん。最後までかわいそうだったってことで、じゃあそれならってことで、こう国で動いたんですよ。きついな、最後まで乗れないの。うん、下手したらそこの銅像、その石の下にそういう土葬っていうか、多分あるかもしれない、ね。あ、埋まってる可能性ある。埋まってるのあるんじゃない。マジかよ、うん、それちょっと、きついだろう。悲しいよね。最後まで乗れなかったと思ったらちょっと読めねえぜ。悲しい話ですけど、しょうがないです。でもそれはしょうがないの。うん、歴史ってそういうものは悲しいものが多いですから。あ、そう。もう、もう、キッツァンの願いぞ。きつい話だね。ガッツのある。